レスリング柴田三條。はい、どうも柴田です。ちょっと前にね動画を上げたんですけれども、あのレペゼン地球もといレペゼンフォックスがタイで行われる世界的なヒップホップのフェス、ローリングラウドってやつに、出演することになったのね。で、まあそのちょっと前上げた動画ではこのレペゼンフォックスがそれに出るにあたっての経緯で、まあこういろんなヒップホップの業界の人がね、まあ力を注いだと、根回ししたっていうので、ヒップホップ業界のガチでそのヒップホップやってる人たちが一部怒ってる人がいるよみたいなので、まあ、炎上ほどもいかないんだけども、怒ってる人が出てきてますよみたいな、そんなね、話をですね、まあ、この前の動画でしたと思うんですけども、まあ、続報としまして、そのねローリングラウドがですね、行われたんですよ、終わったんですよ。で4月13日から15日まで、行われて、まあもう終わったのね。で実際に、レペゼンフォックスがそれに出演しましたと。でどうだったかっていう話をまあ今日しようと思います。はい。ツイッターでね、あのレペゼンフォックスのこの映像というか、レペゼンフォックスが出ていた、部分のですね会場の雰囲気とかを撮影して、ツイッターにアップしてる人がいたんで、まあ、ちょっとその動画は僕の動画では貼れないんで、リンクをね動画概要欄に貼って貼るのでですね、皆さんちょっとそれをまず一旦ご覧ください。はい、今、まあ、悪いけど飛んでください。はい、あの概要欄から。はい、どうぞ。はい、そんな感じですよ。見ましたか、見ましたか。いやね、まあリンク飛んでない人に説明すると、まずですね全然客いないんですよ。世界的なヒップホップのフェスだというのに、みんなどこ行っちゃったのってぐらいガラガラ。そして誰も手を挙げたりこうやって乗ったりしてないっていう、なんかよくわかんないやつらがやってんなーってぼーって遠巻きで見てる人がこう数十人ちらほらみたいな感じで、いやレペゼンフォックスさん、レペゼンフォックスさんDJ 社長、おい、どんな気持ちだった、どんな気持ちだった。いやだからまあ別にやる前からさ分かっていたことではあるよね。誰も知らないじゃん、誰も。要はヒップホップをね、常日頃から聞いている、人たちでレペゼンフォックスの新譜をね、追いかけてる人なんか誰一人いないからねっていう中で、いやお前ら誰やねんみたいな、完全にトイレタイムというか、トイレタイムだったりちょっと休憩タイムだよね、酒飲みに行ったりみたいなっていう感じで、いやーガラガラっていう感じだったみたいです。はい、まあ、平本蓮がねそのツイートをちょっとね引用しててですね、ちょっと面白くて、俺もそれを発見したんだけど、いやーそんなもんですよ、そんなもんです。いやマジでどんな気持ち。まあね、人の挑戦を笑うなっていうね、声もねあるんですけれども、しかしね挑戦といってもね、なんてね、こう身の丈に合っているものに挑戦するべきだと思うんだよね。ね、だってコメオがさ、コメオが UFC に出るってさ、それ無理な話だし、ね、UFC に出ている選手にも失礼だし、 UFC のファンにも失礼でしょ、コメオが UFC に出るって言ったら。だからそう、全く同じなわけね。レペゼンフォックスがローリングラウドに出演するっていうことは、ね、コメオが UFC に出たい、出るで実際に戦いますって言ってるのと同じなのよ。だから日本のヒップホップ関係者はこんなやつらをローリングラウドに上げるなとね、日本のヒップホップ業界の、ね、関係者がこう根回ししてあげたけれども、そんなことすんじゃねえよってね言ってたのがほら正しかった。こうなるんだもんね、身の丈に合ってない挑戦は恥かくだけなのよ。ね、いやー本当にね思うんだけど、
だからレペゼンホックスの DJ 社長はね、俺たちは YouTuber ではない、俺たちはアーティストだって言ってさ、もう YouTube やめます、これから音楽に専念しますって言って、これですよね、 DJ 社長言っとくぞ、お前らは音楽家でもアーティストでも何でもない、ただの YouTuber グループだな、あんまり動画をアップしない YouTuber グループね。いやお前らな、調子乗るなと、お前らの音楽なんか誰一人知らねえよ、そしてお前らの音楽にいわゆるいい曲とか乗れる曲なんて一曲もない、うん、それが今回のフェスで証明されたな。お前らの音楽が本当に良いものなのであれば、ね、そこにいたレペゼンフォックスを知らない奴らも、おれ、なんかめっちゃいい曲じゃねみたいな。ね、鈴宮春日でね、こう、春日が、学園祭ライブをした時のように、俺なんか全然俺こいつのこと知らないけど、なんかちょっと、いい曲じゃねみたいな。ちょっと乗っちゃうみたいな。ね、知らんけど乗っちゃうみたいな。奴が誰一人いなかった。お前らの音楽は、ね、こう、国を越えて、お前らを知らない人たちを乗せることができるくらいいい曲ではなかったということだ。おい、どんな気持ち？木本くん、どんな気持ち？はい。君たちは、何度も言うよ。ね、そんなに動画をアップしない YouTuber グループ、かつ、もう、オワコンな、YouTuber グループだ。はい、私柴田、このネタを、ね、取り上げるかどうかも悩みました。ただあまりにもちょっとこの週末ネタがなさすぎたので、レペゼンフォックスのことを取り上げることにしたけど、正直今レペゼンフォックスをネタにしても動画の再生数が全然上がんないのね。一番上がるのは朝倉未来ですよ。一番動画の再生数が取れるのが朝倉未来の悪口、ブレイキングダウンの悪口、これ一番今数字取れるんです。はい、その次、ヒカルとかかな。まあ、あとは今、こう流行ってるというか、炎上してることとか。だけども、はい。はい、見てください、この再生数。この再生数見てください。全然回ってないでしょ。もう、レペゼン地球のことを取り上げても、誰も見ないんだよ。なぜなら、お前らに魅力がないから。誰もお前らのことを注目してないから、お前らの活動を追ってないから。だから、お前らのことを取り上げても動画の再生数が回んないんだよ。まあネタがないから取り上げたけどね。っていう感じで言うぞ。何度でも言うぞ。お前らは音楽グループではない。数字が取れなくなった YouTuber グループだ。はい。自分たちはね、音楽に専念するとか、ね、そんな舐めたことを言ってないで。ね、ヒップホップ業界の人に迷惑をかけないで、はい、おとなしく、ね、お金をかけず、日本で動画作ってよ。それが一番だよ。はい、そんな感じですね。レペゼンフォックスがですね、タイで行われた、ローリングラウドに出演した結果が散々だったみたいですよという話を今日はさせていただきました。柴田でした。バイバイ。知らずにいられない。彼に弱みを